Try it out. 場面練習です。That's very nice of you を使って感謝の気持ちを伝える例を2つ見てみましょう。職場でアンディが同僚のボブにコーヒーを差し出した場面です。Here is your coffee. Oh, that's very nice of you. My pleasure. 皆さん分かりましたか？もう一度日本語の字幕付きで見てみましょう。Here is your coffee. Oh, that's very nice of you. My pleasure. 疲れた時にコーヒーを入れてもらうと嬉しいものですよね。こうした親切には親しい間柄でもきちんとお礼を言うのが礼儀です。こんな時に That's very nice of you という表現がぴったりです。リンゴを送ってもらったアンディが近所のボブにお裾分けをする場面です。 I got a lot of apples from my uncle in Nagano, so please have some. That's very nice of you. I love apples. Good. 皆さん分かりましたか？もう一度日本語の字幕付きで見てみましょう。I got a lot of apples from my uncle in Nagano, so please have some. That's very nice of you. I love apples. Good. ここでは That's very nice of you とお礼の気持ちを伝えた後に I love apples.リンゴ大好きなんですと付け加えて嬉しさの表現を強めていますよね。このように具体的により深く感謝の気持ちを伝えている素晴らしい表現だと思います。チェック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 。よし、じゃあ最後に今日の復習をしておきましょう。はい、はい、今日の目標は相手の心配りに感謝の気持ちを伝えられるようになるということでした。ゆうちゃん、そのためのキャンドゥフレーズは That's very nice of you。 そうですね、皆さんもチャドと一緒に練習しておきましょう。はい、 That's very nice of you。 That's very nice of you。 さあ、ということで今回もそろそろ終わりですけれども、はい、今日は感想はチャドに聞いてみようかな。ありがとうございます。That's very nice of you とこれ言えるようになるだけでぐんとネイティブっぽくなっていくのでよかったですね。よかったですね。言われた方もスマートに感じるし、はい、どんどん使っていった方がいいよと、はい、いうことなんだね、ゆうちゃん。はい、使っていこうか。はい、使っていきます。使っていきます。さあ、それでは皆さんまた来週。 See you next week。